こんにちは、翔太です。今回なんですけど、まあ、ギワがですね、明日、再販されるっていうところで、ギワの性能をですね、まあ、今一度ですね、見ていこうかなというふうに思います。まあ、正直言ってしまうと、まあ、このオーディン打った後、ロキが来た後に、まあ、ギワを取れるかって言われると、まあ、ほとんどの方は取れないかなと思いますので、まあ、基本的にはですね、まあ、取れないと思ってもらえばいいかなというふうに思うんですけど、まず奥義になるんですが、工芸、源義経、文王、ギワでバリア崩壊 2%、あ、2% でかいですね、4名でしかも、5名で 1.5% 結構多いですもんね。明日にありますけど、でギワ、テーフ、リクソンの UR ですねと馬食で、体力レベル ×20 と状態性 3%、でギワ、雲中君、大使命、アレス、アポロでバリア崩壊 1.5% という風な感じの奥義になっています。まあ、奥義は無理するところではないかなと思います。で武器の等がですね、MR の武器が体力レベル ×280、 攻撃力 21%、 砲術防御貫通1100、UR1000 の武器が体力レベル ×260、攻撃力 19%、 砲術防御貫通1000となっています。で続いてスキルの方を見ていこうと思います。まあ、パッシブから先に見ましょうか。攻撃力 65%、 防御貫通1000と、まあ、この段階で防御貫通と砲術防御貫通がそれぞれですね、まあ、固定値っていうところで、まあ、ちょっと残念な部分が大きいかなと思います。で HP65% と状態性 75% で神器に入れるんで状態性は 125% あります。で知力値の2倍分筋力ダメージをカットと。で最後のパッシブが知力レベル ×360 で状態性無視 65%、 知力値の3倍分攻撃力ダメージと、まあ、知力値があると、状態性無視もここにあるので、まあ、基本的には7覚醒必須のキャラクターになってしまうのかなと思います。で自身がバナーにいるとき、味方が自身知力値の2倍分攻撃力ダメージをカット。なんで、まあ、この精霊覚醒自体は微妙ですね。で戦闘終了まで、神器に入って状態性 50% でダメージ 65% カットで攻撃力 50% 増加と。自身が付与した弾薬状態が解除されたとき 50% の確率で解除を無視。で毎ターン行動前 100% の確率で2ターンの間、最大攻撃力が最も高い敵、体力値が最も高い敵、体力値が最も低い敵、ですね。敵3名が同一人物の可能性がありますけど、を常闇状態にすると。この常闇がですね、結構良くて、状態性がまず 50% 減少します。で、毎ターン行動前、付与者が 100% の確率で一旦の間、非付与者を毒、または、まあ、毒罪薬、または現金罪薬にして、まあ、現金の方は筋力、敏捷、知力値を 20% ダウンで、物理回心と砲術回心を 200% ダウンと、とんでもない能力になっています。毎ターン行動後、付与者が 100% の確率で1ターンの間、非付与者は毒罪薬状態、または束縛罪薬状態、余ダメージ、で束縛罪薬であれば、余ダメージを 35% カットして、受けるダメージを 25% 増加で、回心率を 25% 減少っていうのがですね、発動することができるというところに、なっております。まあ、毎ターン行動前には毒剤薬または、現金剤薬を付与して、行動後にはですね、また毒剤薬あるいは束縛剤薬を付与していくというふうなキャラクターになっていて、この常闇がですね、まあ、今の環境、まあ、かなり強力に、作用してくれるんじゃないかなと思います。敵の残り HP を 15% カットするっていうところもあって、で自身が投了、の HP を回復、これ結構強くて、まあ、反射ダメージ、タンクキャラクターとかにもですね、まあ、反射ダメージを無視してダメージを与えていけるというところでかなり強力です。まあ、敵の、まあ、最大攻撃力の5倍までっていう縛りはあるもののですね、まあ、15% の HP を削るっていうところで、まあ、基本的には対人戦ではこのギワを使うような方はですね、基本的にはまあ対人戦ではもう 15% カットできるかなと思いますので強力です。自身が撃破された時3回まで復活可能。まあ、ここはちょっと少なめですね。復活後 50% の HP を回復、ここもちょっと微妙ですけど、まあ、4ターン内で影合成後に入ると。で残り MP の40倍のダメージを吸収して、ダメージ30から60って書いてありますけど、復活なんで、まあ、45% カットになりますね。なんで、まあ、合計 80% ダメージカットぐらいなんですけど、これ剥がれる影光なので、まあ、ちょっとロキとかと同じ話にはなるんですけど、マーリンと組んであげないと耐久は正直神耐久かなと思います。で 100% の確率で2ターンの間相手を常闇状態と流血剤薬にして、敵の残り HP を 45% 減少。強いな。なんか地味に強いな。
っていう風なキャラになっています。まあ多分当時は耐久が微妙で、まあ能力としてもちょっと微妙だったっていうところでですね、まあ出た当初はですねあんまり評価高くなかったんじゃないかなと思うんですけど、この常闇ですねっていうのが結構強くて、毎ターンですね、まあ作用してくるものに、なってきますので、まあしかも毎ターン付与していくことが、毎ターン付与できるっていうところがやっぱり際の強力なところかなと個人的には思っていて、毎ターンまあ3名にですね常闇をどんどん付与していけるっていう性能、しかも2ターンなので、まあ基本的にはですね、まあずっと、まあこれ相手がですね全く変わらなければ常に同じ3名に、を狙っていくのであれですけど、まあ常にですね常闇状態を相手に付与していけるっていう性能は、まあ正直かなり強力だなというふうに思いました。まあこの常闇でまあ毒で現金束縛のまあいずれかはですね付与できるかなというふうに思うんですけど、まあ言うてもどれを付与してもですね非常に活躍はしてくれるっていうところがありますので、まあ個人的には結構まあサポーターとしてはありな性能かなと思います。でアクティブスキルは敵6名に 800% の砲術ダメージと知力値の14倍、最大攻撃力の 60% で最大攻撃力が最も低い敵をさらに4回追加攻撃、毎回攻撃前 100% の確率で4ターン内で敵を封破罪悪にすると、でダメージを 50% 増加で全ての攻撃を4ターン内で味方6名を危機成功にすると、スキル2が敵4名に 1000% の砲術ダメージを与え、さらに自身知力値の12倍、攻撃力の 100% ダメージが入る、最大攻撃力が最も高い敵を5回追加攻撃する。なんでまあどちらも範囲攻撃と、追加攻撃の連撃のハイブリッドになってますね。で毎回攻撃前敵の残り HP が 50% より高い場合ダメージが倍になる、で 50% より低い場合敵の異常状態の全ての異常状態のダンスがプラス1、おもろいな。毎回攻撃 100% の確率で4ターン内で敵を強弱罪悪にして、まあ攻撃力とか筋力敏捷知力ダメージを 50% カットで、全ての攻撃を4ターン内で味方6名を霊光生後にするという風なものになっています。まあスキル1もスキル2もですね範囲攻撃からの連撃っていうところで、まあ非常に使いやすさがあるっていうところと、風波と、巨弱をですねばらまいていくことができる、性能になっているので、まあしかも常闇状態で毒と現金と、束縛ですねっていうのをばらまいていけるってことを考えると、非常にですね毎ターン毎ターン罪悪状態を付与していけるキャラクターになります。というところで、まあこのキャラクター来た時はですねあまり人気なかったんですけど、まあ配下金帯だとですねまあ、人気あるらしいです。というのは、まあ、このギワですね、先ほど言ったように、毎ターン常闇をばらまくような性能になっているんで、まあ、しかも常闇って状態上耐性とか全く関係なしに付与していけて、しかも、常闇を付与されたキャラって状態上耐性 50% 下がるっていうところで、他のキャラクターの状態上も、罪悪状態も付与しやすくなるっていうところがありますんで、このキャラクターって生き残れば生き残るほど相手からするとかなり厄介なキャラクターなんですよ。で、無美課金帯でこのキャラクターの体型を作ろうと思うと、まあ、ちょっと正直厳しくって、というのもですね、まあ、実質人気しかないっていうところ、この影子っていうのはですね、剥がれてしまう影子になってしまう、まあ、しかも特に解除無視とか無効化とかもないので、まあ、もう、生後介護を食らってしまうとですね、一発で影子っていうのは解除されてしまうものになると。まあ、なんで、せめて、まあ、マーリンとか、まあ、鏡美代子の連携スキルとかと組ませてあげることで、まあ、話はちょっと変わってくるのかなというふうに思いますが、まあ、このキャラクター単体で見ると、まあ、耐久を作るのが難しいっていうところですぐ落ちてしまう。このキャラクターはどれだけ長持ちできるぐらい耐久を作ることができるかっていうところが、重要なキャラクターではあるんですけど、まあ、その回火力っていうのはまあそうでもないっていう風なキャラクターになっているかなという風に思います。まあ、なんで、まあ、アタッカーではないこのキャラクターを、まあ、どれだけですね、まあ、耐久を振りながらですね、育成できるのかっていうところで、まあ、それが無美課金の方からすると結構このキャラクターに装備のリソースを割くっていうのは結構厳しくって、厳しいのかなというところがあって、まあ、むしろ廃課金の方になってくると、まあ、このキャラクターの耐久っていうのも確保できつつ、毎ターンこのキャラクターが敵に、罪悪状態をまあ、どんどん常闇状態という形で付与していくっていう、風なものになっているのかなというふうに思いますので、まあ正直ですね、まあほとんどの方にはお勧めしないんですけど、まあ一部の方にはかなり強い、まあついに来た、やっと来たかギワっていう結構待ちわびていた方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに個人的には思いました。まあ基本的にはあまりお勧めではないんですけど、まあ一部の方には刺さる、まあそんなキャラクターかなというふうに思います。これで今回の動画は以上にしようかと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクス、よろしくお願いいたします。